で、それに金魚を 見に行ってそうで、その金魚なんか一番印象に残った金魚がオランダシシガシラだったっていう名前だったっていう、めっちゃ可愛かった検索していただければ。そうで、金魚見に行ってからもね、なんか4人でジュオン見たり、寿司食べたりとか、いろんなことをいろんなことをしてきて、結構ね、楽しかったね。楽しかったね。遊んでただけです。そう、遊んでて、まあ卒業ライブ
もう最後だから、まあ、4人で何か歌えたらいいねっていう感じで、はい、話でこういうバンドを組みました。で次の曲で最後なんですけど、まあまあ、僕たちそんなね、よく遊んだり、おばはん行ったり、いろんな、いろいろしてきて、もう僕たち親友だよねっていう、ベストフレンドだよねって。来てる来てる、このバンドでまとめる人がいなくてみんなボケるから自由なんだよ。そう、まとまらない、練習にならない、ツッコミ役がいなくて。そうだね、そう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 、いつも解散が解散から、口癖が解散なんだよね。そうそうそう、そんな私たちの、そう、そうですね、まあ僕たち親友だよ、ベストフレンドだよっていう感じの曲を歌います。僕ベースじゃないので、それでは聴いてください。キロロさんでベストフレンド。ずっとずっと